デレクチゾラは、ジンバブエ出身のイギリス国籍のプロボクサー。デレクチゾラとも表記される。ジンバブエ、ハラレで生まれ育ち。1999年チゾラが16歳の時に、イギリスのロンドンへ家族と共に引っ越した。2010年11月、当時の彼女の携帯電話を無断で調べ、知らない男からのメールを見つけ暴行を加えたとして、懲役12週間。 執行猶予2年の有罪判決を受ける。またこの時、以前に治安維持違反、警官への暴行、武器の不法所持などの善化があることが発覚している。2007年2月17日、23歳でデビュー。デビュー戦を2回 TKO で勝利。2008年6月14日、4戦目でサムセクストンから6回 TKO 勝利。2009年5月22日、 ポール・バットリンに8回 TKO で勝利するが、試合後テレビの VTR で確認したところかミツ月の反則行為があったとして4ヶ月間の出場停止と罰金2500ポンドが地空に課せられる。2010年5月15日、ダニー・ウィリアムズに2回 TKO で勝利して、ヘビー級英国王者のダッシュに成功。2010年12月11日に、 ウラジミール・クリチコと対戦予定だったが試合3日前に、クリチコが腹筋を痛め2011年4月30日に延期される。しかしクリチコは結局デビットヘイと対戦をすることを発表して、チゾラとの試合は中止となった。2011年7月23日、タイソン・フューリーと対戦。12回3から0の判定負けで初黒星を喫した。 2011年12月3日、フィンランドのヘルシンキで、地元のロバートヘレニウスと対戦するが12回1から2の判定で敗れる。しかし、チゾラが明らかに勝っていたと多くの専門家から批判を集め、疑惑の判定として批判された。2012年2月18日、ドイツのミュンヘンで、WBC 世界ヘビー級王者ビタリ・クリチコに挑戦。チゾラは、 前日の計量でクリッチコにビンタを張り、試合前のリング上では口に含んでいた水をクリッチコの顔に吹きかけるなどやりたい放題であった。しかし試合はクリッチコが2から3ラウンドに左肩を痛めてそれ以降はほとんど右手一本で戦ったが、それでもほぼ一方的に試合を支配して、血空は12回0から3の判定で敗れた。 試合翌日の19日、試合の記者会見場で解説として来ていたデビッドヘイと乱闘になり、ミュンヘン空港で、チゾラはトレーナーと共に暴行容疑でドイツ当局に逮捕される。2012年2月19日、WBC がチゾラに無期限資格停止処分を下し、ランキングから除外、また感情をコントロールするためのカウンセリングを受けるよう要求した。 2012年3月14日、英国ボクシング管理委員会が事情聴取を行い地空のボクシングライセンスを剥奪することを決定する。2012年7月14日、ロンドンのアップトンパークでデビッド・ヘイと対戦。5回に2度ダウンを奪われ、TKO で敗れた。英国ボクシング管理委員会は、両選手がイギリスでのボクシングライセンスを許可されていないことから、 試合を行うことを認めなかったが、ルクセンブルクボクシング連盟が、両選手にボクシングライセンスを与え、イギリス国内で行われる試合にもかかわらず海外のコミッションが選手にライセンスを授与するという、イギリスボクシング界史上最大の非合法試合と騒がれるほど前代未聞の異例な形で試合が行われた。2013年3月12日、 英国ボクシング管理委員会が剥奪から約1年ぶりに、地空にボクシングライセンスを再発行する。2013年4月20日、ボクシングライセンス再発行後初試合を、ロンドンで行い、9回 TKO で勝利する。2014年2月15日、カッパーボックスアリーナで、ケビン・ジョンソンと対戦、12回対差判定勝利を収める。2014年7月26日、 ウラジミール・クリチコが保持する WBO 世界ヘビー級王座への挑戦権をかけてタイソン・フューリーと対戦予定だったが、千空が試合8日前にアレクサンダー・ウスティノフとスパーリング中に左拳を骨折し欠場となった。2014年11月22日、エクセル展覧会センターにて WBO ランキング4位のタイソン・フューリーと WBO 世界ヘビー級王者ウラジミール・クリチコの指名挑戦者決定戦で約3年半ぶりの再戦。試合は観客からブーイングが飛ぶアクションの少ないボンセかつフューリーのワンサイドゲームとなり10回終了後にチゾラが試合を棄権し10回 RTD 負けを喫した。2016年5月7日ドイツのハンブルクで IBF 世界ヘビー級ランキング2位の座をかけて、IBF 世界ヘビー級ランキング5位のクブラトプレフと対戦、1から2の判定負けを喫した。2017年8月31日、ザワーランドイベントを離脱した。2017年9月、エディ・ハーンが率いるマッチルームスポーツと契約。2020年5月23日、オレクサンドルーシクと対戦が決まっていたが、 新型コロナウイルスの影響で試合延期になった。2020年10月31日、ウェンブリーアリーナでオレクサンドルーシクと対戦し、12回判定負けを喫した。2021年5月1日、マンチェスターアリーナでジョセフ・パーカーと対戦し、12回判定負けを喫した。ありがとうございます。